保育所保育指針は厚生労働省が告示する保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関する運営等に関する事項を示したものである。保育所保育指針は全国の認可保育所が遵守しなければならない保育の基本原則として児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定を根拠に定められている。 昭和40年8月に策定されて以降4回の改定が行われており3度目の改定3月、施行は21年4月1日により厚生労働大臣による告示として規範性を有するものとなり平成21年度からは保育指針に基づく保育所の指導監査が実施されるようになったこのため全国の公私立保育所においては保育指針を踏まえ 保育の質の向上を目指して保育することになっている。なお、保育指針の内容を理解し、保育実践に活用するための資料、保育所保育指針の解説が厚生労働省より刊行されている。直近の改定は、平成29年3月31日告示、平成30年4月より施行となっている。これを機に、保育所保育指針、幼稚園教育要領、を、 養保連携型認定子ども園教育、保育要領を合わせて三法令と称する言説が参見されるようになった。しかし、奨励が根拠となっているものの、保育指針、教育要領、教育、保育要領そのものが法令であるかどうか、またその法的拘束力をめぐっては、法学、行政学の議論では見解が分かれている。第1章総則 第2章保育の内容第3章健康及び安全第4章子育て支援第5章職員の資質向上 ABC 厚生労働省雇用均等児童家庭局保育課保育所保育指針の改定について全国保育士養成協議会2020年2月1日閲覧ありがとうございます